はい、しっぱちゃん朝のお散歩です。今日歩いています。どうも、ブヒケンです。本日は金曜日ん木曜日どっち金曜日です。昨日と同じだな、これじゃ。作業をしていきます。ちょっと片付けますね。片付けて、こっち側本体のエアバッグとアブソーバーをつけて、ブレーキの配管と燃料までの配管、下回りのちょっと直し、まあ全部バラしちゃってるので、それを組み込んで、でユニットはもうあそこでできてるので、こっち側の蓋の製作ですね。うん、それで、フロントからの配線とか配管、その辺をやっていきます。さて、それではエアバッグを、いや、上止めちゃった方が楽かな。いよー、あらららら、ちょっとちょよし、あつーい、汗すげえ。下はまだ止めないでいいな。上だけ止めとけばこれが出るから、そうだな。アブソーバーも今止めるには止めたから、見えねえ、暑い。よし、アブソーバーはやっぱりここからか。今アブソーバーとエアバッグを仮付けしまして、暑い。ちょっと下回りのブレーキとか燃料ラインですね、その辺の直しに入ろう。もうデフはこの位置で OK なので、ちょっと工具持ってきます。今ブレーキの配管をつなげているところですが、ここが最初外すとき山がなくて、無理やり掴んで外したんですよね。なんでそれがだけだともう締め込んでいけないので、その先に変換のやつをちょっとつけまして、でこの状態である程度までここをきつく締めといて、でつなげていきます。そうすればこっち側で回すことができる。これ一本皿作んなくても。ダメですね、バカになってる。バカになってるね。これダメだな。外そう。はい、外しました。どうしようかな。ダメなものはダメだ。熱い。ちょっと今ちょっと見ても中の中まで空回りしちゃうあれが分かんないので、まあ交換しますか。これただね、サイズが違うんだ。もうこれ最後の1個の三つ股、このサイズのやつを注文しなきゃなんねえな。今師匠のところにパーツを注文しに来まして、ついでにちょっと日本式2号のエアコンを見てもらってます。快適、涼しい。そして師匠のところにこれをお願いしに行ったら、ちょうどあるよということでこれをいただいてきました。ちょっと形状は違うんですけど、うん、なんとかしましょう。いやー、さすが師匠のとこだな、なんでもある。さて、それではつけてみましょう。問題はちょっと形が違うんで、ここにあれだな、止めることができなくなっちゃうな。なんか考えるか。よっこらしょー、ちくしょー、ケツにいろいろ刺さっていてえよ。いてえ。中でバカにならなければ、やりにくいっす、やりにくいっす。なんかちょっといい照明を買ってこようかな、今度。この
状態でこう曲げれないだか。まだちょっと余分なことやんないほうがいいな。また一からやりましょう。よし来たぞ。はよし、とりあえずここまで締めとけば照明。よし、ここをねやるのに苦労してたんです。ここの元々のやつが分かる人は分かると思うんだけど、このフィッティングの部分からすぐくぐって曲がっちゃってると、このフィッティングがこう動かないんですよね、それをちょっと直そうにももう曲がらないんだ。だもんでちょっとはめるのがすごい苦労してたっていう感じ。なんとかはまったけどね、こっちを先止めちゃうともうここの角度がもう変な風になって入っていかないんですよ。なもんでこっちを先に止めてからここを固定してねじ込むという感じで今つけましたね。こういう状態になってるとこ曲がるんだよね、ほら。まあいいや、とりあえず締めるだけ締めて、干渉がないところに全部を持っていかなければならないので、そうやってもう一回やり直してます今で。何よりもちょっとね、これ足場がちょうどフロアのこうボルトだなんだつけたとこあるじゃないですか、ここにケツがはまるんすわやりようがない。そうじゃないとどうやってやるかな、今悩んでる。力が入んないんですよ。ちょ、よし、もうこれ蚊がいる。よし、これならいけるんだ。かよし、あとは漏れたら閉める。いやー、またはまんなくなっちゃったな、今度は。しょうがないっすか、これはもう。いや、なんとかはまったね。で、今ブレーキのラインをこう逃がしたところ、ちょっと一回下もぐって、はぁ、なんとか止まってくれた。あとはね、ブレーキフルード入れた時に部屋抜きやって漏れたら締め込むって感じですね。よしたったこれだけで、あげシーションのとこから帰ってきてずっとやってるよ。さて、ここのブレーキラインをかな、すげえ。今配管を止めるところを元通りにして、で今ね、こっちがブレーキはこの辺に一発止めてあげるんですが、本当だったらフレキシブルのゴムのやつあるじゃないですか、そこからこっちへ、この辺ぐらいまでそれでやりたいんだけど、もともとこうなってたからな。でもそこまで車高が上下しないからいいのかね。まあ、とりあえず今ちょっと燃料パイプをここつなげてるとこですね。燃料ラインもつながりました。これ最初に作っといたで、ここからタンクへはまると。よし、全部避けてる。いいよ。で、ガソリンタンクはあそこだもんね。よし、いいじゃないですか。ちょっとこうクリップが使えなくなっちゃったので、ちょっとなんか作ろうと思うんですが、ちょっと今んとこタイラップで今止めてあります。で、ここがまあはまったんで両方、で、ここがこういう風になるから、干渉はないね、どこもね。車高がガーンって下がった時のここはこれ、ここは当たらないので、ここと同じ寸法に持ってきとけば、よいしょ、邪魔にはならない。で、サイドブレーキのラインも向こうへと。よし、やっとここまで来た。さて、これでやっと、蓋の寸法がいろいろ取れますね。ただ最初はユニットがついても蓋が取れて手が入るようにしようとしたんですが、
構造上それが不可能になってしまいましたね。うん、ユニットの位置をあんまり上げたくないらしいんですね、オーナー様も。なんとなくなんですがこう出ちゃうとか言ってたんで、なのでギリギリまで低さ、なるべくユニットがギリギリまで低いところで作ったんですね。そうするとなんていうの、その蓋の上にユニットがついちゃうんで、蓋外したって、引き出しのようにしたって手が届かないんですよ、ユニットが邪魔になって。だもんでもうしょうがない、それはもう諦めますわ。まあそれでも一応蓋は取れるし、ユニットもネジではまってるんで取れるようには当然作っとくんですが、まあそんな感じでちょっと蓋の寸法をいろいろ取ってきます。はい、現物合わせですね。まず縁、4分割で蓋が外れるようにしたいので、ここと向こうと前と後ろね。ただちょっと複雑に作っちゃったからな、まあしょうがないね、やるしかないね。まずここの蓋からいきましょうか、一番めんどくさそう。よし、切ってきました。あれ、こっちじゃないや。こっちだよ。こいつがここにこうはまって、でここの加工した方ですね、これがここに引っかかると。でどこだ、ここか、こう引っかかる。本当はここに爪を引っ掛けてズボッて刺して引き出し作ってあげてパチッて外すと取れるようにしようと思ったんですよ。でもそういう風に作っても意味がないですね。意味がない、意味がないんだ、やっちまったなって感じですけどね。でこれはこっちだから、もうちょっといけんのか、ギリギリで行った方がいいな。あーよかった、今カメラ落としたんですよ。大丈夫だね。よしよし、だからこっちのスペースはもうちょっと長めで、いてててて、ちょっと暑いな、夜でも暑いよ。さてこれでよいしょ、この状態で現物合わせで、まあここは90度なんでいいんですけど、こっちが斜めなんでね。であとフロアがこう波打ってるんですよ、やっぱり。うん、でその平行を出したいもんで、最初にフラットバーと L 字のアングルを溶接したんですけど、最初こっちがボコボコしちゃってるんで、現物合わせでやっぱりここに置いた状態で仮付けするしかないですね。で外してでやるしかないということで、あ、そうだ、ガスないんだっけ、ガスないんだっけ。じゃじゃーん、やっちまったな。